世話になっております、錦織の雄大とマックとジュシケアです。お願いします。第1回意思疎通ゲーム。僕たちグローバル YouTuber として活動している錦織というグループなんですけれども、普段は英語のコンテンツをたくさん動画にしてるんですね。まあ特に英語面接とか、まあ英訳に対して外国人がいろいろやるっていう企画をたくさん撮ってるんですけど、まあ、僕たちをちょっと細かく見てみると、僕はまあ普通に日本人で英検3級を取得しているただの日本人なんですけど、そちらに座っている方々、左からイギリス人、ブラジル人、青森県民と、全員外国人なんですよ、うん、はい、そうですね。で、今回は、まあ、意思疎通ゲームということで、生まれた場所が、それぞれ異なる3人の皆様に、意思疎通してほしいです。めちゃくちゃシンプルです。今回のルールは、僕が、簡単に質問します。皆さんはそれを思うように答えてください。なるほど。で、これがちゃんと皆さんのね、答えが3人とも一致するまで、このゲーム続けたいと思います。なるほどね。よろしくお願いします。今、この場所に地球の真裏、うん、そして真ん中、うん、そしてそのもう一方の真裏の人間がいると。はい。その人間たちが、どうやって意思疎通ができると思っているんですかね。これはですね、非常に簡単です。僕たち、はい、大学1年生の頃から出会いまして、はい、さらに YouTube 始めてからシェアハウスを1年間しましたと。はい、もう十分です。もう十分。十分です。ジロー行った時同じコールするじゃん、みんな。ニンニクマシマシ油から。あ、まあ、確かに。めっちゃ意思疎通してるわ、そこで。そう、マジでそうだよ。めっちゃしてるわ。うん。マジでそうじゃん。いや、これマジでそうなんだよ。そんな感じで、僕たち普段グローバルな企画を行っているグローバル YouTuber です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではやっていきましょう。お世話、お世話。じゃあ、行かせていきます。お願いします。お願いします。で、自己中ばっかやん、ここ。この方くん自己中ばっかやん。失礼いたしました。ちょっと説明が高かったんですね。はい、エゴイストの皆さんにお集まりそうです、そうです、そうです。だからもちろん自己中だから、お前らが俺に合わせろよな。真ん中ボー君なんで。じゃあ行きますよ。はい、第1問、一番可愛い YouTuber といえば。ワールドワイドでいいんですか。もうそれはもうご自由に。あ、もうご自由にですよ、ね、そこは意思疎通なんで。はいはいはい、はい、そう、これ意思疎通だから、うん、もちろん自分のエゴも大事なんだけど、はいはいはい、私がこういうふうに答えるだろうなと思って答えるのも大事。なるほどね。はいはい。うわ、これかなー、わかんない。これはちょっと順次に合わせるのかな、最初。マジで一番可愛い YouTuber か。じゃあ行きます。いいですか、はい、いきますよ。せーの、バン。なごみさん。おい、バカ野郎。お前、そういうのじゃないよ。お前、大ネタやん、お前。そういうことじゃないの、以心伝心ゲーム。違うよ。一番可愛い YouTuber だから。そうだ、一番可愛い YouTuber は、ケイタ・ニシコリじゃん。あいつ可愛いに誰も共感できない。これね、俺たちのノリで、ケイタ一番可愛いと無縁だと思ってる、ね、俺たちは。まあ、俺に合わせようとしたのか。全然合わせて、タゴミさんかな。まあ、美人だし。あ、俺最近、セイラちゃん来てるの知ってるでしょ、お前ら。順次はゴリゴリのタイプ書いてきてるな。絶対結婚したい。結婚したいでしょ、普通に。はい、1問目は、不正解です。はい。続いての問題。誰？YouTuber の顔といえば。これもう終わっちゃうんじゃない？終わっちゃうね。顔でしょ？ YouTuber と言ったらこの人でしょっていう。もういいの？終わっちゃう？終わっちゃうよ、それ。いきまーす。YouTuber の顔といえば、せーの！はい。お前さ、ボケんなよ。お前らも、こっちは真面目に来てんだよ。いやいや、真面目だよ。視聴者は絶対ヒカキンさんとか思い浮かんだはずで、ヒカキンさん東海オンエアとかコムドット、はい、はぁ、お前これやばい、誰、お前これはブラジルで一番来てる YouTuber。 続いての問題、ででん、 TikTok の今のトレンドという、これもう今現段階にします、もう2022年の12月。自分のおすすめによく出てくるやつ、気持ちいいやつ。つまりそういうことだよね。そういうこと。じゃあいきます。TikTok の今のトレンドといえば、せーの、はい、はい、マジか。今の惜しかったね。真面目に答えたで。いや、ケイタちょっと、ケイタもっとやっぱ合わせてこないと。お前らいつも10ぐらいしか見てない。続いての問題、ペレン、 TikToker といえば、せーの、ジュンナ、ユナ、ジュンヤ。プリザンガン、プリザンガン。なんで？
ナなんだよ。いやお前ユーナなんだよここは。なんでそこなんで分かったの。いや違う。いやジュンナはなんか童貞の扱いは分かってる。はいはい。そうエロさ分かってるのがユーナ。そうエロさ分かってるのがユーナ。そう。続いての問題。小学生の頃のテレビ番組といえば。絶対に分からんそれは。絶対に分からん。サムライジャック。ウリウルペッカー。アマゾン川漂流。ジブリ作品といえば、せーの、風立ちぬ、トロノトトロ、千と千尋の神隠し、お前さあ、今のトレンドのアニメといえば、あーせーの、スパイファミリー、サマータイムズレンダー、ぼちだろ、ちょっと、ワンピースの、一番好きなキャラクター、せーの、ゾロ、ベタベタミントレンド、ナルトの一番好きなキャラクターといえば、はい、はい、どうせーの、サスケ、ナルトのお父ちゃん。金曜ロードショーといえば、せーの、サマーウォーズ、ファスト&フューレス3、ホームアローン。お前当たる気がしないよ。そもそも金曜ロードショーって何。もう死ね。続いての問題、はい、一番かっこいい YouTuber といえば。来たでしょ。来たでしょ、こんなんもう一瞬で来たでしょ。いきますよ、はい、一番かっこいい YouTuber といえば、せーの、錦織マーク。そして鈴木大和。錦織マーク。うわーマジでマジか。お前らさどっしどっしー。惜しい。そうでしょ。思うなマジで。ノリ悪。ごめん、ノリ悪。ノリ悪一番かわいい YouTuber が俺なんじゃない。そうそうそう。そっかそっかそっか。中学生の頃の悩みといえば、せーの、生え際、クソ虫が、ランゲ友達が少ない。ちょっと待ってよ。高校生の頃のブームといえば、せーの、ポケモン GO、 ジェイソンブラザーズ、モンスターソイク。うわーい。女性の好きな仕草。よし、せーの、下唇をかぶ、耳かき上げ、サンバ。ディズニー作品といえば、あーせーの、トイストーリー、美女と野獣、リトルマーメイド。うわーまっぽいな。クリスマスのプレゼントといえば、よいしょ、マフラー、サッカーボール、ネックレス。なんでだよ。お笑い芸人といえば、コンデルズ、松本人志。好きな AV 女優といえば、せーの、上原あゆ、三上優愛。三上優愛。続いての問題いきます。はい、パコン。一番面白い YouTuber といえば、よいしょ。よいしょってよいしょって。いきますよ。一番面白い YouTuber といえば、せーの、錦織。錦織。おっ、クソやん。マジか。いややばい。俺これやばい。続いての問題、はい、好きなラーメン屋といえば、はい、いきますよ。ラーメン屋といえば、はい、せーの、大桜。大桜。大桜。お疲れ様でした。はい。